WBC で、湯浅投手と中野選手が抜けますけど、そこら辺の心配というか、そういうのはあんまりないですか。中野はそれほどね、またショートやってるみたいけどそうですね、練習してるみたいですけど、まあそれはあんまり心配じゃない、それは中野はね、どっちかというと、岩さんの方がね、だからまあ、11月、岩さんの場合は早くね、メンバー決まったから、その時点からそのボールもね、投げてたからね。でまあね、このキャンプ来てからも、ね、その WBC のボールでずっと投げてたけど、まあね、1か月以上、ね、ボールの違いっていうのはあると思うんで、まあ帰ってきて、ね、1週間ぐらいしかないけど、まあ、その間にすぐ、ね、戻るということはちょっとないと思うんで、慣れるまでね、だから開幕からは一応、湯浅は、ね、頭数入れないようにしてる、はっきり言って。頭数入れないようにしてる。じゃあもう後ろは例えばケラー投手なのか岩崎投手なのかっていう、岩佐投手を抜いた形で考える。そうです、最初はね、開幕からはでもある程度投げれるようになってきたら、投げれたらまた入れるけどね、まあそれがねクローザーになるかはちょっとわからないけど、まあその辺はね枚数的にはいってるんで、なんとかね岩佐が本調子にねボールにも慣れて本調子に戻るまでなんとかやりくりねやっていかないといけないと思うけどね。ですから新外国人のピッチャーは未知やね。未知。後ろというかねなんか後ろで取ったビーズリーか。ビーズはなかなかねこの間もいいのを見せてくれたけどね。まああとはちょっとまだちょっと見えないね。Bケラーの方もね。新しい方もね先発だけど、左の大竹投手が前回も登板もだいぶ良かったみたいなんですけど、いいな大竹な、左ピッチャーの今日投げた投手もそこいいボール投げてると思うんで、だから岩貞を先発にしたからね、まあ岩貞にしてもね、まあだいぶ先発の感覚を掴んできたんちゃうかな。今まではやっぱりね本当10球15球だからもう力いっぱいバッポンでいったけどね、ちょっと緩急を使ったりね先発でいいんで、これはもう岩佐田、ね、大竹で、まあ、これも1年間乗り切ってくれたらいいと思うね。どうですかイメージ的には、ローテーションはもうバシッと決めていくのか、逆に7枚8枚とかちょっと多めで。いややっぱり8枚ぐらいいるよ。いる、まあどこでその故障とかもあるかもわからないしね、調子のないもあるから8枚ぐらいいるよ最低ね。西投手も西純也投手もかなり仕上がりもいいな、才木と2人な、息のいいね若い選手がこう入ってくるって7枚8枚いったら、まああとな青柳西勇輝の方な、伊藤はねやっぱ安定してるからな。まあそれにな若いの2人足してね、あとはまあ外国人ね左の2人ね、まあその辺で1年間やりくりできたらいいんじゃないかなとは思ってるけどね、まあ当然ねそこに入ってきてほしいピッチャーもいてるけどね。2005年にこう優勝した時のメンバーで、安藤さんとか今岡さんとか、その経験してる、藤本さんもそうですけど、そういう経験してる、コーチが結構いると思うんですけど、必ずこう後半になってそういうのが近づいてきたら、必ずそういう、コーチの経験とかも生きてくると思うんですけど、そこら辺のなんかこう。そうよな、だから、まだ伸びしろがあるチームだからね、僕はなんていうかな。4月ね、3月末から開幕して、5月、6月とね、だんだんチームが成長していくと思うよ、このチームはね、まだまだもっと成長する見えない部分あると思うんで、それはね、一つね、勝つことを積み重ねていくと、もっと自信つけて、もっとね、強いチームになるようにね、やっぱこっちがしていかないといけないと思うんで。その辺はね、コーチとかの経験もやっぱ大きいと思うよね、やっぱりね。もう少しでキャンプも終わってオープン戦に入ってくると思うんですけど、この沖縄のうちになんかこうやっときたいこととか、終わらしておきたいとか、じゃあ沖縄、あとだから実戦3試合なんで、その3試合で外国人も含めてね、やっぱりこのやっぱあったかいとこでね、一回ね。青柳にしても、ね、伊藤も西勇輝もこっちで投げると思うんだよね、まあそこで投げてね、まあ、向こうからちょっと寒いから、やっぱりねそういうのもあるし、まあ、こっちである程度ね、1ヶ月間キャンプやってきたことをね1回実践で、ね、試さすかなとは思ってるけどね。WBC に行くときに2人に中野選手、岩津投手なんか声かけられました？いやいや、行ってきますいうから行ってらっしゃいそういうことやろ、ね、まあまあ頑張ってこう頑張ってこいとは言うたけどな、まあちゃんとあんまりおかしくならないで帰ってきてほしいよな。中野選手に関しては、ね、試合出れるのか、そうだ、まあ、実戦っていう意味ではな、まあなんかあれは結構器用だから大丈夫と思うけどね、思ってる以上に器用よね。ちょっとこちらからちょっと質問なんですけど、鳥谷さんの臨時コーチをご覧になられて監督はどのように評価されますか？まだ成果出てないかな成果出てないですか？おかしいな。まあ8月ぐらいに成果出たらいいな、大事なとこで。そうなってくれたら助かります。まあでもなんていうか、さっきも言ったようにこう新しいことっていうのは若い選手が多いんで、その興味を持ってね、それでねまた新しいね今まで言われなかったまた違うね、そういうのを言われて強い興味を持って取り組んだと思うし、まあそれは絶対プラスになるけどね。まあそれがねそのプラスになってるっていうのはそんなのちょっとわからないから。でも1年間ね、やればやっぱりそれの成果というのは多分もう絶対出ると思うんだよね。また機会があればなんかこうしてほしいとかリクエストとかあったりしますそれはもう OB としてボランティアでね、どんどんボランティア時間があるときは。ゴルフもいかんと時間のあるときにねそう OB としてね後輩を教えたらいいと思うね。どうです最後に他球団、まあDeNA も結構強いんじゃないかなと思いますし、ヤクルトも、まあ、外国人がどうなるかによってチーム編成も違ってくると思うんですけど、今シーズンのこう、まあ、ライバルになりそうな球団というか。まあだからDeNA な去年横浜からすごい負けたやつなんかな、俺も見たらね今までどっちかで横浜は球場自体がねどっちかで得意の球場だったんですよね、なんか去年なんかすごい負けたいうからなんか俺もちょっとわからないけどね、でまあ俺はこの何年間外から見てて、ね、力的にはもう DeNA だいぶねピッチャーもバッターもこう力つけてるなという印象があったんでね、だから DeNA って言ったんだけどね、まあこれ気になるチームであって優勝争いとかねそういうのは分からないよ、これはね、それは巨人も当然ね、ずっとちょっとねここ何年間優勝してないから、ね、当然その人もっとね上げてくると思うしねチームとしてね、これはまあちょっと分からないけど、やっぱりね去年やられた DeNA にはなんとかね、その辺はやっぱりねそんな8つも負けを作るのはちょっとねおかしいなと思うけどね、今年は、あれに向かって、3月31日ですか開幕、ね、からねどんどん勝っていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。